読売新聞の山本です。一点確認なんですけども、先日、吉村知事の方がですね、台北市長との会談を されていました。で、その会談の中でですね、台北市長の方が大阪市と友好の都市協定、友好都市提携のことだと思いますけども、そういうことに意欲を示されていました。で、これは大阪市の主体の話にはなるとは思うんですけれども、府側に意向を伝えたということで、府としてどんなアクションを起こしていくのかという点と、実現の可能性について見通しがあれば教えていただけますでしょうか。あれ、通訳の方の話で、おそらくそこは、大阪と、その包括的な何かそのパートナーの、関係を結べないかという話があったと思います。なので大阪観光局のことも大阪市とちょっと違う形の話があったかなと思うので、なんか現実に大阪市と限った話ではなく言われているんだと思います。なので大阪と、そういった包括的な何か連携ができないかという話があって、その後の、メディアの皆さんが退出された後の話においても、それが大阪府が、どうなるのかというところも含めて、ちょっと前向きに検討していきましょうという話をいたしました。ですので、今後まだこれ確定ではないですけれども、先日その台北市長と話をして、やはりさまざまな経済であったり観光、観光においてはすでに大阪観光局と台北とは連携協定を今年の2月に結んで、これがある意味きっかけになりました。今回僕が台北市長と会う。で、台北と大阪から、大阪に来られる方も多いし、大阪から行かれる方も多いので、なので台北と大阪府市になるのか府になるのかちょっとわからないですけれども、そこは実務的に協議をして、そして、包括的な整備ができるかどうかをちょっとまずは実務的に進めていこうという話になりました。なので今実務的に協議 を開始した段階です。そこは台北市長も僕も了解をしましたので、今後ちょっと実務的に進めていきましょうということです。で、大阪公安局も台北だと台湾とのパートナーシップ校というのはパートナーシップ校の連携も進んでいますし、また大阪の産業部、産業部でした、ね、はい、あれは担当部でした。担当部と産業連携を結んでいると思いますので、いろいろこれまで相互に交流を含めて都市間交流をやっているところがありますから、また今回そういう意味で台北市長ともかなり深い人間関係もできましたので、台湾と台北と大阪との連携が深まればいいなというふうに思います。なのでそういった包括的な提携についても実務的に協議していこうと思います。また合わせてより2025年には台北においてワールドマスターズゲームズが行われる、そして大阪では博覧会が行われるということで、こういったところも総合 PR の中にしていきましょうというような話もさせていただきました。確認ですけれども、大阪府か大阪市か、大阪府大阪市とかで台北市と、都市提携というか、もうちょっと包括的なものをやっていこうと、それを実務的に詰めていくと、そういう理解でしょうか。そうですね、都市間の包括的な連携、パートナー協定を結ぶかどうかについて議論を深めるということになりました。なるほど。私も。